皆さんこんにちは。今回もですね、在割採取ということで山に入ってきました。もうね、季節はねすっかりもう春なんでね、もう桜の方もね、これもう満開通り越えてこんな感じでね、もうね散っているような状態。今回はですね、在割採取第5弾かな、第6弾かな、まあそれぐらいになるんですけどね、またちょっとね割り残した材などねあるんでね、その材をね割ってみようと思います。これがね第5弾でね割った材なんやけどね、もうこの材ね5段ではもうほんと幼虫がボロボロ出てきてね、まだねこれだけね割り残しがあるんでね、今回はねちょっとこの材をね、割り残した材をね割ってみようと思います。まあこれだけ大きさがあるけね、おそらくねまたボロボロ出てくるんじゃないかと思います。ちょっと早速割ってみようかね。うわー、もうシロアリがすごい。あー、ここ小さいのが1匹おるな。小さいな。ここね1匹おるんやけど、こんな小さい。今回これ1頭目、こんな小さい。あ、出た。小さいけどまた出た。こんな小さい。あ、ここおるわ。小さいけど、これおらんな。お、これなんか割れたぞ。おった、割ったら出た。ほら、それと、あ、おる。ここにでかい穴があると思ったらここにおるわ。あ、ここにもおる。わあ、これどうしようかな。ほら、ここにおる。これ見えるかな。ほら、どうしようかな、これちょっと、まずこれを出すか。よいしょ。結構これ大きそうやな。結構大きいな、これ。こっちから出そうかな。ここにおるもんな。出た。ほら、大きいわこれ。ほら、出た。結構大きいなこれ。これとちょっとここに置いとおけね。これともう一頭おったもんね。ここにおるんよね、これ。この穴、ほら、
上手に割らな、潰すな。あ、ここにもおるわ。あ、出た。ほら、結構これも大きい。で、ここにもおるやろ。あ、でかいのがおるわ。やっぱ今これだけで3つ3頭出てきた。ほら、ちょうどね、日が当たって見にくいかと思うんですけどね、これ3頭ちょっとケースに入れようと思います。結構大きいなこれ。よし、あ、ここにおるんやった。ほんと忘れとった、完全に忘れとった。これ、ここ、これ出た。おるわ、ここ。そんなに大きくないけど、これね、ほら落ちた。さっきのに比べたらものすごく小さいな。カメラ止めてすぐここも出てきましたね。これいいぞ、ここの、これ。どうやって出そうかな。潰しそうやな。マジでちょっと潰しそうやな。結構大きいわ。ちょっと待てよ。これだ。うわ、相当奥に入っとう。ちょっと手前から。割れたぞ。出らんかな。これで出てこんかな。これこれ、あ、相当奥に入り込んどるな。硬いな。割れそう、割れそうな感じやけど、よし、いった。ほら、やっぱ結構大きい。これコクワやないやろうな。コクワやないと思うんやけどね。結構大きいもんね。こんな大きいもん。硬いな。まあ、こっちの方は。こっち側のね、あ、出た出た。出た出た。ほら、これはココアっぽいな。よいしょ。ちょっとここに置いとこう。やっぱりね、巨大な幼虫はね、このね、お、でかい食根が出てきたぞ。奥の方にね、ほら出た。おるおる、ここに。これこれ、こんな奥におるわ。ほら、あら、
これもココアっぽいな。メスやこれ。これはココアやな。もうほんとこれまだまだ出てくるって感じやね。違うから攻めるか。こんなね、ほんと木の真ん中やもんね。もうああここにおるな、ちっちゃいのが。あら、とか飛んでいった。あれ、あ、おったおった。すごいなあ。でもほんと、あ、出た出た。もうちょっとで潰しよった。ほら、よいしょ。もうあっという間。ほんと、あ、おるやん、ここも。ほら、これ一体ほんとどうなっとんやろ、この材。でかい触根がある、ここも。あ、出た。あ、これなんとこの一本で何度出てくるんやろ。あ、ここおるな。なんか妙な穴が掘れた。ここなんかおるぞ。シロアリか、ただの。いや、やっぱここなんかおった。ここおるおる、ほら。そんなに大きくないけど。これ。出てこんな。よいしょ。これはもうココアっぽいな。出た出た、ここにおる。ほら出た、これ。すごいわ、もうマジで。ほら、よし、ちょっとケース入れるかな。もうね、あっという間に満タン。ほんとどうなっとんかい、これマジで。ケースが足りん。毎回おっちゃん言うようやけどね、ほんとこれすごいんですよ、マジで。どうなっとんやろか、この台マジで。なんぼでもおるわ、こら。ちょっとこの大きめのね、やつだけでもこうして入れて、あとはもうね、ここにまとめて入れとこう。もうこんな感じで奥の方にね、もうね、かなりほんとこれ材が硬い、芯の方は。なんでね、なかなかね、割れん。うおっと、危ない。うわー、これクワガタじゃないやん、これまた。うわー、ほら、前回同様、めっちゃでかいカミキリの幼虫。
うわクワガタかと思ったらカミキリやった。一応ねここに入れておこうと思います。これはクワガタやね、間違いなく。さっきのはほんとカミキリとは思わんやったな。よいしょ。うわまだ奥におるんかいこれ。よいしょ、出た。こんな奥までおるけな。ちょっとねさっきの材よりねかなり上の方まで上がってきたらね、これもここものすごく太い、これタブノキやな。これももうだいぶ前に倒れたんやろうと思うけど、これがずっとねこんな感じでね倒れた状態。もうパッと見ねなんか絶対おりそうやなっていう雰囲気があるんでね、割る前にちょっとカメラ回しました。これねちょっと早速ちょっとだけね割ってみようと思います。もうだいぶ古いなぁ。でもこれぐらい、ああもうボロボロや、ほら、ああもうスカスカ。うわうわこんなんにはなぁそう入らんけなぁ。まあ、うわでもすごいなこれ。わあなんか食痕がある。わあこれなんか入ってる可能性があるな、はあ、大きい食痕がある、はあ、コツコツっちよるもんね。ほらこんな芯の中でも入っとんかな。コツいいよ。うわでけえ、なんかまた蜂がおるわ。なしかのこら、ここほら出てきたぞ。またほらこれカモンと、ここは黄色スズメバチが多いわ。これこれほらまだ完全に寝とう状態やね。もう羽ばたきしようけど飛び切らんね。今ね材をひっくり返したらねもうね一匹ここ、これがね転がり出てきたんやね。結構大きいねメスなんやけど、まあね、おそらくこれここやないかなと思うんやけど、でも結構大きいサイズなんでね、これもしかしたらねほんとでかいのがおるかもしれん。食痕がね結構あるんよね。あるんやけど材の方がもうねめちゃくちゃ硬いんよね。この辺はね柔らかいんやけど、やっぱね柔らかいところよりも硬いところにねこんな感じでね、ここなんか食痕があるんやけど、ここで消えとんかな。あ消えとるな。これどうなっとんかな。うわ出た出た、ほらやっぱりおる、でかいのが出た出た。ほらこれコクワやないな、おそらく。でかいな。ちょっとねケース入れようと思います。今出てきた幼虫ね、今日これ一番大きいんじゃないかな。ほらもう全然違うわマジで。カミキリのでかい幼虫と比べてみても
あんまり変わらんもんな、大きさが。これでかいわ。これココアやないな。なんやろな。あー、もう今ひっくり返した。もうほんとひっくり返してね、これをね、今ケタ食って割ったんやけど、見えますかね、でかい幼虫がこう転がっとる。やっぱおったわ。でかいね、これも結構。これこれ、ほらほら、こんな大きさ。これやっぱこれココアやねえな、絶対これ。もうね、完全にもう、これ分かりますかね、この音。芯の中、もう芯の中に入ってる状態。勝てえちもんやないこれ。あ、ここもう一匹おった。ほら、これはそんなに大きくないな。あー、もう疲れた。ちょっと今ひっくり返して割ったけどね、もうやっぱさすがにね、もう芯なんでね、さすがにね、おっちゃんももうこれは割り切らん。この道具じゃ割れん。もう結局ね、ここに来てね、今4頭そこそこのと大きいのと出てきてね、2ケース満タンです。今回もね、2ケース満タン状態。これとで、今これケタ食って割って出てきた幼虫。今回もね、やっぱおるんですよね、これ。ほんとこの山はもう恐ろしいな、マジで。割ったら割っただけっていう感じ、ほんと出てくるわ。ちょっとね、今回はもう硬い材をちょっと割りすぎてバテました。そろそろこれで本当帰ろうと思います。もうね、材割りの方は本当これで最後になるんかな。前回もね、打ち止めって言ってたんですけどね、今回ちょっと来てみたんやけど、もうそろそろマジでね、時期的にね、材割りの方はこれで終わりかなっていう感じですね。もしね、また行ければですね、この材割り、今度は6段じゃないで7段目になるんかな。6段7段とね、続けていければ撮影しようと思います。今回はね、もう2ケース満タンになったんでね、そろそろ帰ろうと思います。はあ、ほんと毎回毎回疲れるわこら。まあでもね、ほんとこれが楽しいんでね、興味のある方はね、ぜひね、材割りの方、雑木林の方、山の方にね、足を運んでみてください。やばいやばい、のり弁のね、立ち枯れをね、帰りに見つけてね、おっちゃんちょっとね、蹴ったらね、ボキッと折れてね、覗いたらほら、そこなんか幼虫がおる。これおそらくクワガタやないかな。ほら落ちた、クワガタやろこれ。おったおった、ここにおる。これや、ほら、なんかこれすごいな。
ボキッて折れたと思ったらもういきなり折るわ、ここ。こっから落ちてきたけど、これこいつの触痕やろうね。すごいな。どうなっとんかな、これ。とんでもないね、これ本当。でももうあんまり触痕他にないな。こいつ一匹だけかな。あ、なんか動きよぞ、これ。なんかこれ。なんかおる。これなんじゃ。なんか成虫がおるぞ。うわ、これはまたこれで、これコカブトや。コカブトの成虫越冬しとったやろうな、これ。びっくりやな、これ。コカブト小さい角がないんで、これおそらくメスやね。コカブトはね、オスでももう角がものすごい小さいけね、分かりにくいんやけど、多分これコカブトメスやね。うわ、これびっくりやな。でもマジで、よし、ちょっとほんなこれケース入れようかな。おっと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 、もうほんとこら、ここはもうほんと何が出てくるかマジでわからんな。よいしょ、もうね2ケース満タンになったんでね、これ3ケース目、もうこれで本当に今日は帰ろう、キリがない。ちょっとここもね、かなり急斜面なんやけね。おっちゃんもこれすごい体勢で割ってます。あいたたた、この斜面にね立ち枯れがあったんで、それちょっとポンと蹴ったらね、ボキッと折れたもんやけ、覗き込んだらこれです。ああ、もうほんとびっくりやな、これ。この奥にね、まだおるんかもしれんけどね、もう今日はね、さすがにちょっとね、これで帰ろうと思います。ああ、よし、ああでもコカブトにはびっくりしたね。カブトは越冬するんかな。びっくりした、ほんと。